皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パン作り講師、高橋貴子です。本日はですね、初心者のためのパン教室選びについてお話をしたいと思います。個人大手編ですね。はい、例えばですね、大手、いろんなチェーン展開されてるようなね、大手のところの利点っていうのは、振り返ったりとかするところの店舗がいっぱいあるっていうところですね。あと駅地下の立地が結構多いとか、カリキュラムとかもね、いろいろあったりとかする、そういう良さとかもあります。あと逆にですね、個人でやられてるようなところは、その個人のやられてる先生の特色であったりとか、先生のキャラクターとかですね、そういった部分でこう自分に合ったところを選ぶっていうところがしやすい特徴と特質がありますね。ただ駅地下の先生ももちろんいらっしゃるんですけれども、私もそうですが、自宅をサロンにしてるような場合とかですと、やはり駅からね、遠かったりする場合が多いので、アクセスとかはね、そんなに良くなかったりする場合もあったりします。あと振り替えとかはね、先生が一人でやってるようなケースとかが多いので、大手のようにはたくさん振り替えとかっていうのはしづらい。その代わり先生と密な関係になるので、結構手取り足取り教えてもらえるような感じの、親密さと、あとお仲間とね、一緒に行くような時の場合には、結構そんな利点がですね、それぞれにあったりするので、ご自身に合ったタイプのね、大手が良ければもちろん大手でもいいし、個人の方が良ければ個人の方がいいっていうところで、選ぶ一つの基準にしていただければいいと思います。